で、まあ、実際このリプリントの活動自体は2004年からですね、この中国でこう、まあ、39名ということですけれども、ずっと20年間続いておりまして、最近はですね、都内のいろんな地域のですね、いわゆる介護予防事業といいまして、脳トレ事業とかですね、ウォーキングとか体操とかみたいに、その体操とかウォーキングがあんまり好きでないと、でも何かこう健康づくりにも役立つことをやりたいというような、そういう、まあ、自治体がですね、これを事業として私たちの自治体に、研究所に委託を受けておりまして、まあ、都内ではもう十数箇所のですね、自治体が、まあ、こういう活動をやっているということになります。まあ、その一番のトップバッターが中国ということになります。で、なぜこの絵本を選んだかということなんですけれども、これはですね、やっぱり一つはご承知の通り、主人公シニア世代の方、高齢者を扱っているものが非常に多いんですね。で、やっぱりこう感情移入しやすいなと思います。で、一冊一冊の絵本にですね、メッセージがありますので、子供が見聞きしたら、まあ、面白かった楽しかったで終わるかもしれませんが、シニア目線で大人読みをするとですね、これはこれは平和のことを言っとるんだ、これは人権のことを言っとるんだ、これは家族の問題を言ってるんだといったような深読みができると。で、ある時ですね、この脳の萎縮、脳の縮み具合というのを、これは私どもの板橋区の大山にある研究所まで、MRI を撮影に来てもらったんですね。そうすると、6年間このリプリントの活動を続けてらっしゃった方というのは、ほとんど脳の萎縮がなかったということが分かったんですね。で、これなんでかなということで、やっぱりこう皆さんのボランティアさんの1週間を紐解いてみますとですね、まあ、確かに小学校、保育園での、本番自体は、まあ、1冊10本とかですね、その前後の話ですけども、それまでに入念にやっぱり練習されるんですね。で、図書館通いも本当にこう、ま、どういう絵本がいいのかということを真剣に勉強される。で、また、出番が終わった後は、その反省会とかね、申し送りをやったり、で、月に1回はボランティアのミーティングをやったりとかですね、あるいはその後も、いろいろ、やっぱり役員さんというかね、いろんなイベントとかやるときには当番があったりということもあるんですが、そういう読み聞かせというのはこの本番だけじゃなくてですね、実はこの準備とかそのいわゆる充電期間が非常に重要なんですね。ボランティアすること自体でやっぱりテキパキ日常を暮らされたりとかですね、あるいは読み聞かせ一つとってもですね、こうしっかり絵本を持つとかですね、まあ、そういったこともやっぱり一つの原因だと思うんですけども、必ずしも体操とか運動しなくてもですね、しっかりこう体力を維持されていると。で、まあ、このリプリントが目指すその散歩よしの理念というところなんですけども、やっぱり大事なのはですね、ボランティアというものは、まあ、後ほどしっかりご説明いただきますけども、その中でもリプリントの基本コンセプトというのは、まずはまあやっぱりこうボランティアと社会貢献と役割があって感動をもらえるというところでもありますし、またその生涯学習、つまり学びですね、絵本をずっと学び続けるというところが一つのポイントであります。で、これは読み聞かせの質を向上と、で、またグループの活動をするということ自体もこれ非常に大事なんですね。で、これは皆さんが単独ではなくて周りのメンバーといてると、いざ例えば急にキャンセル、今日は都合が悪くなった、体調悪いといった時もピンチヒッターで行ってもらえたりということになりますし、そしてまた皆さんがちゃんとですね、こうやっぱりこう時間通りにテキパキとしたボランティア活動をしているということ自体を、先生方からすると、まあ子どもたちにとっての社会人先生ですよというね、そういうことを言われる場合もあります。で、ですので、まあ本当にこのリプリント自体はこれから重視したい、これまでもですし、これからも重視したいのが社会貢献、そしてグループ活動、生涯学習、それによってシニアの方は健康長寿を全うしていただくということになります。で、まあ、このボランティア自体がですね、この活動自体は皆さんがこのリプリント中国という、もしお入りになったらこの40名の仲間と一緒に、はい、小グループにこう分かれて活動されるわけですけども、例えばイベントなんかでは一緒にこう合同チームでやったりとかいうことなんですけどね。で、まあ、このリプリントの活動なんですけども、実際このリプリント中央区さんは、その図書館が全面的にバックアップしてくださったりとか、社協さんがバックアップしてくださったり、あるいは役所のですね、いろんな部局がバックアップしてくださったりという中で、まあ、やってるわけなんですけども、まあ、これ自体ですね、
さらにそのまあ我々東京都健康長寿医療センター研究所なんかがまあさまざまな形でまあ一緒にですねまあ持ちつ持たれつ我々もご協力いただいてますし我々もいろんなサポートをしているということで言えばまあ杉並とかあるいは文京豊島こういったところあるいはまあこういった12カ所のですね地域で合計500人のですねリプリントのメンバーがいらっしゃる。でまあそういうことでまずはですね今日皮切りにこれからの3ヶ月間ロングラインになりますがまず1ページから始めていただくということでお願いしたいと思います。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。